I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. 毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップです日本に留学中だった香港出身の20代の女子学生が香港に帰ってきた時に香港国家安全維持法に違反した疑いで逮捕されたと<ー>この事件を飯田さん今日は深掘りしていくわけですねはい、えー、まずはもう何とも言えない悲しみそして私は怒りに体が震えますまあ香港以外の外国で行った言動が、えー、香港国家維持法 通称国安法っていうんですが、<A> これに適用された初のケースだと思われます。あの、簡単に言うと、香港を包むどす黒い雲が、もう日本を含む外国にも現実にもう垂れ込んできた、そんな感じがしますね。まず、経緯から教えてもらえますか。うん、はい、えー。逮捕された女子学生は、日本国内の大学に在籍しています。で、春休み中の3月に、えー、一時的に香港に戻ったところ、この、 通称国安法違反の疑いで、香港の治安当局に逮捕されたと。うん、で、逮捕された理由なんですが、はいえー、これはあの普段生活する日本での言動でした。うん 2>, まあ、2年前、えー、言論の自由などを求める学生デモが香港で盛り上がりましたよね。えーえー、その時、まあ、彼女は学生デモを支援する、まあ、スローガンをフェイスブックに転載したんですよ。うん、でこのことが国家の分裂を先導した、まあ。こういうふうに認定されたってことです。<laughs> えー、彼女はまあ普通のまあ女子学生で、いわゆる民主活動家ではありませんでした。うん、で、まあ、今回適用されたのが、香港国家安全維持法ということですけど、これ、どういう法律なんですかはい。えー、2000、ちょうど2000年に、えー、中国政府の主導でできました。うん、で、この法の解釈権はその中国が握っているんですよ。お<ー>で、例えばですね、国家の分裂、国家や政権の転覆、 またテロ行為。さら、うん、には外国勢力と結託して、えー、国の安全を脅かす行為。これを禁じています。うん、あまあ、反体制的な活動を取り締まるということで、えー、最も重い系は終身系。<ー>ただしですね、<ー>具体的な内容が分かってないんですよ。<っ>で定義がはっきりしないんですよ。 でそのことがまた人々をさらに、まあ、脅かしていると。そんな感じがしますね。この定義がはっきりしないというのは反スパイ法も同じですよね。そうなんですよ。これはですね、あ,<ー>あの、昨日、中国の国会で、え、改正案が、あ<ー>、可決された、反国家あ、あ、反スパイ法。<え>僕はね、流れは、これ、本当同じ流れの中にあると思いますね。はい。あ<ー>それは、国民というか、市民は怖いですよね。よねこういう法律があると。<当>そうですね、はい。 でしかもですね、ええ、中国本土から、まあえー、担当官が香港に派遣されて、ええで、彼らが取り締まるんですけど、はい、彼らは香港の法律の制約を受けないと、はい、まあ、<laughs> 何でもできるってことですね。はい、いやでもこれ、こういう法律によって、香港もすっかりこう中国本土並みに物言えぬ怖さみたいなものに包まれてるわけですよね。で,ね、はいでえー、条文なんですが、ええ、私はですね、この国安法の第38条、 えーまあ、こんな風に明記されています、はいはいえー、香港に恒久的な居住権を持たない者が香港以外の場所でこの法律が定める罪を犯した場合であってもこの法律を適用する。とってことはもうあの香港市民じゃない人ってことは外国人でもで、ね、まあ我々日本人も含めて外国人でもしかも香港以外の国や地域で行った行為も処罰対象とする。 ってことですかですからあの、福岡から放送するこの番組で、われわれ3人が発するコメントだって、ですね、ええ、国家分裂に相当する行為だと認定されるかもしれないんですよ。 それで今日飯田さん、リモートってわけじゃないですよ、ね、<laughs> いやいやいや、いやさすがに日本では逮捕されないでしょうけど、いや怖い,いやねえ、あれですねわれわれ3人のうち、誰かが、まあ、香港や中国本土へ旅行して、まあ、突然、公安当局者に取り,込まれあ取り囲まれたり、まあ、引っ張っていかれる、まあ、そんなことあるかもしれないですよね。<ー> でまあ、条文はですね、香港に関する容疑などに、条文は中国本土で,での司、まあ、法手続きで進めることもできるだって書いてあるんですよ。どう思いますか、これ。<laughs> なんで中国本土でもねえちょっと強引だし、本当 <laughs>、もう怖いですよ、ここまで来られると。であの、この女子学生はどういう状況なんですか。 はい、あのー、一旦遮光されて今は香港の自宅にいるそうです。すね、ただですね、あの、ええ、パスポートを、まあ、押収されているため、たいます、いるので、ええ まあ先ほど言いました学籍のある日本には戻れないんですよ。<ー>ですから、これはまあ、事実上の軟禁と言ってもいいかもしれないですね。閉じ込めてるようなもんですね。ですから、まあ、彼女に重罰を科すというよりも、このような活動をするものに対する、まあ広、広い、広い意味での警告っていうんですか、もっと言うと、まあ、見せしめっていうの感じもしますよ、ね。んいやそんな感じがしますね。はい、うそうやって、まあ、周りをこう、萎縮させるっていう感じ、狙ってるのかな。で、これが、 こういう、このケースが出たことによって、どういう影響が出てくると思いますかはい。あの、例えば日本に住む我々が、まあ、香港の現実、現状を知る方法として、まあ、香港から学者や、まあ、あの、いわゆる、う民主活動に取り組む方々を日本に招いて、<っ>まあ、講演会を開くことありますよね。はい。しかし、その中での発言や、 その場所で提供された資料が、まさしくその国家分裂を先導すると認定される可能性もあるわけですよ。ですそんなつもりじゃなくてもね。そう。だから、どこにいても、ま、監視されている恐怖。ですから、うん、日本の、ま、あの、言動の自由にも私はマイナス影響を与えると思いますよね。ねはい。で、また、あの、一方で、あの、香港以外の国籍を持つ研究者、これには日本人も含まれるわけですけど、えー まあ次に香港に行った場合、うん、まあなたの研究は国家分裂を煽ったと、まあ、拘束されるかもしれないんですよね。はあ、これは今度は学問の自由への圧力だと思いますよね。うん、で、何よりもやっぱ今回のこの女子学生は日本で生活してたわけですよ。そ,すね、そのことまではわれわれやっぱり我がこととして考えていかなくて、ねはい、この香港の国安法ができて3年にはならないぐらいですかね。 すでにこう、はい、適用例っていうのは多いんですかはい。あのー、まあ、香港の新聞で、あの、アップルデイリーっていうのはリベラルな論調で知られた新聞ありましたけど、<laughs> ええ、ここではす、ま、で、あ、に廃刊に追い込まれてしまいました。はい。そうでしたね、はい。で、この創業者は現在この国安法などに違反したとして、ええまあ、長期の禁行刑を受けて収監中です。<ー>はい。で、でまた、あの、香港の民主党っていう、まあ、リベラルな政党があるんですが、ええ このトップを務めた男性も、まあ、国安法違反の容疑で逮捕させて今、裁判を受けてますなるほどね、なんか香港って自由で開かれたっていうイメージがありましたけども、<ー>なんか本当にガラッと変わってしまいましたね、イメージが。 あの、アメリカに拠点を置くあの NGO 団体でフリーダムハウスっていうのがあるんですが、ええ、ここが今年3月に、ま、世界の国や地域別の自由度、ま、自由な自由の度数ですね、ええ、を示す最新版を発表してます。うん、香港は197の国、地域のうち第130位、<ー>年々ランクを下げてます。うん、でまちなみに、えー、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの北欧3カ国が1位なんですが、ええ 中国本土は、えー、197のうちの182位で。日本は11位,で<ー>11位でした。はい。ですから、あのー、まあ、この統制が強化する中、される中で、まあ、香港を離れる移民が増えてますよね。で、まあ、かつての創始国イギリス政府は、まあ、イギリスへの移民を希望する、まあ、香港市民に便気もかってます。うんまあ、えー、まあ、香港の人口減が進むのは、まあ、あの、少子化によるものだけじゃありませんね。はい。う まあでもこの国安法は、香港市民だけじゃなくって、われわれ外国人でもちょっとこう活動に制限を受けるような感じがあるなと思うんですけれども、金融拠点としての香港の地位っていうのは危ぶまれないんですか、はい、あの私は将来、その危険性あると思います。うん、で今、コロナ禍が収まりかけたこともあって、例えばあの福岡と香港を結ぶ航空路線も元に戻りつつありますよね。うん、で日本人の行き来も増えると思います、はい で今のところ、まあ、経済の影響は、まあ、県庁化していませんが、当然、まあ、すでに香港に進出する外国企業は、まあ、注意払ってますよね。で、えーまあ日本政府どうするかってことですよね。はい。で、女子学生は日本の学校に在籍して、この容疑となったフェイスブックの天才も日本で行ってたわけですよ。はい。で、うん、彼女は自由に発言できる日本語を信じたから、ここに来てたと思うんですよね。うんうん、で、えー、まあ、現在政府は今回の逮捕の詳細、 今後の経緯もいろいろ調べてると思いますけど、うん、まあこれは日本への自由への侵害、審判私はそういうふうに見えますけど皆さんどう考えますかね、はい、えここまで飯田和夫のキャッチアップお送りしましまた裏裏には裏がある表ばかり見ていると羨ましいし、恨めしい。なら見てみよう裏側を 聞いいてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送ポッドキャストでも同時配信しています。